平和島、あ、違う違う、平和島、これじゃないな。この古墳です、この古墳。石碑をちょっと眺めてほしいということでございましたからね。島塚古墳か。今思い出しましたけどね。島塚古墳は、前方後円でございます。はい、前方から公園を見たところですよね。階段上がってね、ホタテが A 型ですから、方墳の方がちょっとね短いです。これぐらいあると大体分かんないけどねこの前どこやったかね、あまりにもあの方墳が低かったんでね、まあとりあえず上がってみましょうか。50メートルでございますからね、さほど大きくないんですけど。高さが5メートルぐらいあるのかね、これ。あら。炭鉱だらけでございます。平らにしてありますけどね。これどうなんだろうな、平らというのは。どうなるかね。あの尾根なのかな、あそこは宮谷山古墳。これずーっと来て分かるかね、あの辺か。丸子山古墳。丸子山古墳。で、ここ。これ、ここ古墳なかったらおかしいよね、これ。ここなんか古墳あんねやろけどね、あそこちょっと見てみようか。でずーっと上がっていくと、こうか、これやな、ここ平林古墳、ここは前方後円墳やけどね、ここ芝山古墳がここでございます、芝山古墳。はい、でちょっとね、芝山古墳の石碑図が見れますから、ちょっと行ってみましょうかね。先ほど1時間15分ぐらい歩いたんやけどね、あの山道を。ちょっと足に来てますね。まだ蛇が出てこんやろね。いやー、もうこれ、今日がいっぱいいっぱいやな。これ、この後はもう蛇が怖いね。お、こら怖っ。おお、ここでございます、ここ。これは石碑っていうのも石棺が見えてますよ、これ。ちょっと小ぶりやけどね、これはどうなってるのかな。あれ、石棺一個見えるだけか。あらら。これは石碑はどうなってるの、これ。これ後でここに置きあったんかね。ちょっと小ぶりやけどね、石棺が入ってますからね、ちゃんとローブ掛けもちゃんとできてますよ。これじゃあちょっとね、解説を見ましょう。解説を、ほら、真っ白い解説が真っ白けどね、残念でございました。せっかく見えたのにね、石棺がなんか解説があったら言うことないんだけどね。はい、芝山古墳、石棺は見れるけどね、これですよ、これもう限度やな、これもうこれ以上なるともう蛇が出てくるね。蛇が出てきます、蛇が、ね、もうね、文字がね、消えてしまってね、これはもう何ミリも何もこの芝山古墳は乗らないんでね、は
い、ありがとうございました。芝山古墳でございました。全長50メーター、高さが5メーターぐらいあるかね。はい、ありがとうございました。